え、普通にルーブル美術館めっちゃ綺麗ヒュー、やだ。シワを全部真ん中に寄せていきます。シワ真ん中に、はい、すごい。おお、全然触らせてくれないゾーンに入りました。はい、おすごいすごい、もう全然めちゃくちゃプロの手、めっちゃ綺麗。そうですか。これをですね、はい、大体同じ厚さになるようにですね、餅みたいに乗せてください。はい、これを真ん丸がいいですね。真ん丸がいい。意識しながら、はい、ここから上に向かって少しずつこうやって押していきます。ね、なんか先生たちに教えてまた何でもできる気がしてくる。わかる。人生にずっと横にいてほしい。いてくれますか。結婚式にも来てほしい。来てくれますか。即答もうちょっと考えてほしい。めっちゃ即答だった。次はですね、これを巻きますので、はい、でこの辺に棒を置いてですね、うんうん、上に一回こう。あら、すごいぶっきらぼうスタイルで。こう引きながらですね、ここをきちっと、はい、ここが緩いとですね、しわしわになるんで。あ、はい。だから、ここを真ん中を最初にキュッと引っ張るぐらいできっちり巻いて、はい、あとは、コロコロでいいです。3回きました。ひ、ふ、み、見えてきましたね。おっきい。えいだ、えい。これから切りますので、はい、畳みますね。はい、ちょっと右手で、はい、左手でですね、こうやって押さえて、はい、でちょっとこれ持ち上げて、はい、右手です。こっちにこう動かして、はい、そうそう、おお、ここですね、はい、残してください。 1.5 センチちょっと残す。ここ、ここですね。ここまでするとここが上がりますよね。いい感じ。あとカットしますので、はい、前からセットしますね。はい、この包丁は、はい、片刃っていって、うわ、右用は右用で、これこっちとこう形が違うんですよね。こっちはこうなって、こっちはまっすぐだった。これは右利き用です。あ、左利きは反対。お前たちのやつがこれ定規代わりで、これに沿って動かして倒して切ってる。ちょっと切ってみますね。わっ、細い。すごい、こんな繊細できるんだ。すごい、機械みたい。うわ、機械だ。本当だね。すごい。え、すごい。すごい。こういう感じで。うわ。うわ。本領発揮って感じで。え、すごい、半端ないです。で、まあ例えば20回ぐらい切ったらですね、うんうん、今みたいにこうずらして、はい、で、ここは刃がありませんので、はい、ここですくってですね。刃がない。で、ここにポン。あらー。あー、見たことあるもん。ねえねえねえ。こちらの手はですね、はい、こうでもいいですし、こうでもいいです。で、必ずここからこのぐらい手を離してください。はい。そうじゃないと、これがですね、ここでこう来るんですよ。危ない。そしたらもう、ズバッと。うわ、怖っ。怖かった。突然脅かしてくる。怖っ。じゃあ気をつけてね。はい。重いわ。確かにビジュアルも結構すごいもんね。すごい重い。こう持って。こう持って。ちょっと合わせて。はい。そしてこうやって、こう、これでこうやって。お、あ、すごい、サクっていった。綺麗にこの、そうそう、この上下にピタッと合わせて切る。そうそう。めっちゃ僕の大きさが見ませんので、そう、で、そう、いいですよ。これで、で、こう、こうやって仕組んで、ちょっと、はい、ちょっと押さえて、そこにこう、はい、初めてね、これだけ入れたら立派なもんですよ。立派なもん、うまい。ほんとこれ頑張れ。そしてこれはこの駒板って言いますけど、はい、スーッと、そうです、そうです。で、あ、そしたら切れました、はい、はい、で、ちょっとまたキュイ、うん、そうです。あ、これ難しい。そうそうそう、なんか突然留学生になった。これ難しい。これ想像より難しいね。ちょっと切ってみましょうか。ね、はい、もうまっすぐ下ろすなんて、木の板に沿ってもまっすぐ。はい、オッケー、いいです。はい、倒すのが難しいんです。わかる。このどうですか、ね。いいですよ。ちょっと太めになっちゃってない？あ、これ。この時はもう一回こう、はい、つけて、はい、つけて、リセットして、はい、して。こい。はい。いいよいいよ。そこに投げて投げて。投げますよ。ポンポン。そうそう。
やった甘やかされてるマジでここめっちゃ甘やかしてくれるここの道場じゃあちょっと切ってみます、はい、全部じゃあお二人ともよし、はい、気をつけながらね、はい、頑張りますそば打ち終了しましためちゃくちゃ難しい分かった想像の何倍もちょっと大変だった倒しながらやるっていうのが本当に難しいけどよし君どうでしたかちょっと太くなっちゃったんですけど結構完璧なんじゃないかないやでもだいぶ均一だよね本当ありがたい、 うまいでもレイちゃんの方が細くてなんかすごい繊細で細いの分かるそばって感じでもたまにちょっと太くなっちゃうんだよねそう油断するとほらあ後半油断しちゃったんだそう難しかっただいぶね振り幅大きめになっちゃったんですけどちょっと今日茹でれる感じですよね、はい、もしかして茹でてくださるそうなのでやったザルそばですかねはい、はい、ザルそばでいただけるそうですやったありがとうございます僕のそばと全然食感違うから僕ので食べてみてなんか姉ちゃんのちゃんとそばって感じなんなのじゃあこれは茹でられましたやばい美味しそうすごいねよしくん大きいねよしくんの、はい、もう一目瞭然じゃない僕が大きくてちゃんとそば本当だこれでも味は変わらないんですもんね一緒ですもんね、まあ、喉越しとかね、はい、あの口の食感が変わるだけでそば粉自体はあのいいそば粉を使ってますのでそうですよねいいそば食べれます余市のそば粉を使わせているということで、はいはい、焼き皿はそばだけの味を味わうためにそのまま生でちょっと、はい、まず生で塩をつけずに塩つけずに初めて体験自分の行ってみよっか僕も自分の行きましたへーえー、のいただきますあ、歯ごたえあるちゃんと歯ごたえあってちょっと噛むと甘みがして、うんうん、歯ごたえちょっとどころじゃないかもでかめの噛み応えがあって新食感何より自分で手打ちのそばを自分で食べるこれがもう一番醍醐味です確かに最高ですね食べ方はね塩をつけて食べてみたり塩をつけると本当にそばの甘みが出ますあとはあのだし私もこちらで作ったカツオ昆布だしあら自家製の自家製のやつがそれも楽しんでいただいてじゃあちょっとレイちゃんのやつ塩で食べるわ、うん、行ってみてあ、キラキラキラ上手上手いただきますレイちゃんのそば、うん、うん、甘く感じますね旨味がすごい旨味がね、なんで僕のそばと全然食感違うか僕ので食べてみてなんか姉ちゃんのちゃんとそばって感じえ、なんなのじゃあこれは怖い新作いただきます召し上がれすごいよねうんそばというよりもなんかケーキのケーキの端くれみたいなねえ頑張ったのにでちょっとお出汁でもお出汁でもちょっとめんつゆみたいな感じなのかちょっとレイちゃんので食べよう食べなよ自分ので分かった分かった確かにいいわなんかそば缶一気に出ますねこれよく食べるやつだからザルそばはズルズルと音を立てて食べてくださいはい、はい、いただきますうんおいしいなんかいつも食べてるのよりすごいそば感を感じる、はい、匂いがすごい強いいつもよりめっちゃ香りいいうんまたお出汁も美味しいですね私もちょっと九州に合わせてちょっと甘めにしてますんでああ甘め大好きドバイそばはちょっと辛いねつゆがじゃああのですね実は先生が打ってくれたおそばも準備してくださっていて、うん、じゃあ本物本物あ、すごい量待って全然違いますねえ、笑顔で言うじゃん本当だめっちゃ綺麗これよく見るよねえ、結構自分のそば好きだったけどなんか並べちゃうと本当だね可愛いね、うん、お店屋さんのおそばだねこれはもう薬味とか入れてガンガン入れて食べる薬味入れたらまだ味が変わるし、はい、特に大根おろしとかを入れると随分味が変わる、はい僕大根おろしでそば食べたことないかも嘘先生の、先生の行ってみようかそばいただきます、うん、うまい、違う鼻息荒めだもんね食感だけでこんなに旨みが変わるんだね本当に、うん、やっぱ材料一緒だけどかっこいいなもうそこに腰掛けてるのもかっこいいですもう師匠もともとの材料が違うなんか F4 に見えてきたねなんか花より団子花より団子の
なんかドラマの主人公4人の確かにそば4みたいな仲間に入りたい行ってすごいですよね、なかなか食べられない。うん、うまっ、おいしいね。格別です。喉越しがやっぱりいいですね、この細さだと。喉越しがね、はい、でもあんま負けてないんじゃない、そんなに。やってみるね。初めてにしては、初めてにしては随分よくできる。楽しい味の感想じゃないじゃん。楽しい楽しい、なんかいろんな太さがある僕らも最初そういう形でやってやみすぎになって今の状態です。最初はこれだったんですか。じゃあもっと僕たちもやればこういう風に。師匠ですよ、これだったんだって。そば打ちはとにかく回数ですから。落ち着くなずっと痛いな。なんか人生相談とかしてほしい、みんなに。そば以外の、いろんな話したいよね、はい、うん、でも多分全部肯定してくれるよね絶対否定しないよね、ですから。そば栽培も一緒に、おいしかと思ってやってまして、そばを種から栽培して、それを粉にしてここで持って食べるということも。そんな一からすごいね。そば愛が強い。そばはものすごく深いです。そば打ちも深いですけども、そばに対するいろんな思いを皆さん深いからですね。すごいか自分で打つとまたちょっと味も変わるけど、何よりこの体験が良かったね今日はね、このそば4に見守られながら。しかもちょっと難しかったけど、そば4がやっぱ守ってくれるから。そうそう、守ってくれるから結局美味しく出来上がっちゃうっていう。いや楽しい。これやっぱ地元の方とかもぜひ遊びに来てほしいですよね、やりにね。すごくいい体験をさせていただきました。そしてよしく2週にわたって来ていただいてありがとうございました。ありがとう、本当に。いや、お友達でよく東京でよく遊ぶけど、すごいちょっとなんか違う遊びができて嬉しかったです。確かにいつもとちょっと全く違う感じのなんか遊びで。これいいね。こういうのいいね。ちょっとやっていこう、これから。忘れないようにしよう。そうね、すごい新たな体験もありがとうございました。ということで今回の〇〇サークルはここまでです。見ていただいてありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。過去の放送はテレキューオフィシャル YouTube チャンネルをチェックしてね。バトルじゃん、2人の